大道特殊工株式会社は、愛知県名古屋市東区に本社を置く大手特殊工メーカーである。事業は、特殊工工材、機能材料、自性材料、自動車部品、産業機械部品、エンジニアリング、流通、サービスの5部門に分かれている。主力の特殊工は、構造用工、時空け工、ステンレス工、シタン合金などを製造している。 航空機エンジン用シャフトでは世界シェア30%、携帯電話、ハードディスクドライブモーター用磁石は、子会社の大道電子で生産し、携帯電話用世界シェア35%、HDD 用世界シェア50%以上、自動車用、ターボチャージャー部品など、様々な製品で高シェアを確保している。1950年の事業再開当初は普通工の、 生産が中心であったが数年後に特殊工に特化した。1970年代の石油危機後は赤字に転落。1976年に三者合併により大動特殊工となった。2006年12月にはブラジルゲルダウグループピラティニ社との技術提携強化。2007年1月にはアメリカのベアリング特殊工メーカーのティムケント特殊工生産に関する。 業務提携を発表した。企業グループとしてはかつては日本工業銀行グループに属していたが、日本工業銀行が水保フィナンシャルグループに編成される前後から、資本関係としては密な関係ではなくなってきている。筆頭株主は日本製鉄であるが、資本関係以外はあまり親密な取引関係はない。社名、大道は戦前の五大電力業者の一つで、 福沢もモスケが設立し、木曽川水系に水力発電所を多く保有していた大道電力の電気成功事業部門が分離して設立されたことによる。名古屋市南区大道町の地名は同社に由来する。大道特使校の企業スポーツは、剣道部、ハンドボール部の専門部に始まり、バレーボール部、サッカー部、バドミントン部、ラグビー部、陸上競技部、 ボーリング部などの準専門部も数多く活動している。過去には全日本実業団大会で準優勝を果たす、などの古豪である。近年、中部地区実業団ではトップクラスであるものの、優勝からは遠ざかっている。一方、女子剣道部は発足以降、急成長を見せており、2016年に開催された第19回全日本実業団女子剣道大会において、 準優勝を収めた。男子ハンドボールチームのフェニックスは、1973年から3年連続で、全日本実業団、国民体育大会、全日本総合、全日本選抜の4冠を達成するなど、国内トップクラスの競合チームである。獲得した全国タイトルは、計63回で、全国社会人チーム中最多である。大道徳志公レトスターは、 V リーグのチャレンジリーグに所属している。特殊工工材事業機能材料、自生材料事業自動車部品、産業機械部品事業エンジニアリング事業流通、サービス事業括弧内は所在地の国名。渋川工場で排出した六角ロムなどの有害物質を含んだスラグを業者に不正に販売していた疑いが浮上し、群馬県は2014年1月27日に、 廃棄物処理法違反容疑で、同工場に対する立ち入り検査を実施した。参拝扱いを免れる目的だったと指摘されている。2014年8月までに、渋川市独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局が、道路工事等について、採石と直下の土壌を調査した結果、基準値を超えるフッ素と六角ロムが検出されたことが、発表された。 2015年9月11日には、群馬県警が強制捜査を行い、2016年4月26日には、大道特使校と同社の役員、子会社の大道エコメットと同社の役員らが、廃棄物処理法違反容疑で、書類送検されている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 有価証券報告書第96期。 エディネッツ、2021年3月28日、閲覧。2006年10月18日付長官日本経済新聞2006年4月14日付、日経産業新聞1967年1月に廃止。新会社発足について、大道特殊工株式会社、2015年12月10日閲覧。スペシャルメタルズコーポレーションとの合弁解消のお知らせ。 大道特殊校株式会社2015年12月8日閲覧連結子会社間の合併に関するお知らせ大道特殊校株式会社2017年1月25日閲覧大道特殊校に群馬県が立ち入り検査参拝扱い逃れの疑い朝日新聞2014年1月28日 当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるフッ素及び六角ロムを含んでいた件について大道特殊工2014年8月4日当社渋川工場の鉄鋼スラグに関する群馬県警の捜査について大道特殊工2015年9月11日当社並びに当社役員の書類送検及び修復工事等の対応状況について大道特殊工2016年4月26日 ありがとうございます。